こんにちは、ひかりです。今回もね、店内お買い物中動画です。はい、ハードオフ行ってきました。この店舗には中2日ですかね。はい、行ってきました。カセットテープをまず見てる感じなんですけど、このなんかクリスマス、のなんか、これは違うんだけど、このクリスマスのね、なんかカセットテープが入ってましたね。ちょっと知らない方のだったんだけど、ね、なんかもうちょっとね、なんか美しいビジュアルだったりしたら、買ってたかもしれません。過去失礼。ということで、DVD コーナーに関してもね、いろいろ、松本人志、人志松本の滑らない話とか入ってて、これスパイダーマン2、レンタルアップではあるんだけど、まあ100円ならいいかなと思いますね、かなり。で、まあ DVD は、あとはね、まあなんか、すぐにでも売れそうなやつとかも結構あるんだけど、あんまりなんかこのコーナー、回転が良くないんだよね、最近。みんな買わないのかな？もっと買えばいいのに。あ、これは新しく入ったのかな？電王の桃太郎とかのあのイマジンのなんかショートアニメの多分なんかの付録の DVD でしょう、まあ、こういうのも今なかなかね欲しくても手に入んないからね、ハードオフとかで見つけない限りは、まあレアっちゃレアかなみたいなとこで、はい、これのケースもね、なんか自分のにぴったりのがあればいいと思います。これはアイコスかな、電子タバコね。そんで、来ました、ジャンク、ゲームソフトで。これね、ゾイド。新入荷ですね。まあ、ゾイドはちょっと見かけるっちゃ見かけるかな。まあ、ケース付きで100円は普通に遊びたい人はいいと思いますね。まあ、ゾイドは最近もまたね、今、新しくね、出てますし、またゾイド僕もね、買おうかなと思ってます。で、まあ、ね、たまごっちが今日は多いですね、なんか。俺、たまごっち一応持ってるんだけどね、これは。普通に遊ぶと面白いよ、今のたまごっちも。で、こっちの方は、新入荷がね、特に、友達コレクション、これ新入荷かな？友達コレクションとか遊ぶと面白いんだけどね、これも新入荷だ。ワンピースの Wii のやつ。あとは、まあ、任天堂 X とか、まあ、いずれ、あと1ヶ月以内には売れるだろうけど、まあ、まだ売れてないというね。ここら辺のコーナーはね、回転が遅いね、なかなか。で、ここら辺も今回ね、今のところ新入荷はないんだけど、実はね、今日ね、こう、店内ね、ブラブラブラしてたんだよ、結構。1時間ぐらい。その間にね、新入荷がありました。はい。実はね、もうカウンターの裏側に、もう、なんか、これから品出しするよ、みたいな感じで、カゴの中にいっぱい商品が詰め込まれてたわけよ。で、それを、俺が30分ぐらい見てる頃かな、にね、品出し始めて、新入荷ボックスがないんですよ、ここは。だからね、その店員さんが、まあ、なんか、割と、なんだろう、まだまだ、その、入って間もない感じの、新顔の店員さんがね、こう、品出ししてまして、で、まあ、それはね、後半また映像あるんですけど、まあ、まずはね、前半はこう、見た感じ、ちょっと目星のはないんで、やべえな、ちょっと、なんか、取れ高ないな、みたいな感じでやってますね。目星のはないな、みたいな感じですかね。まあ、でもね、普通にいいものはいっぱいあるんだけどね、このミッキーと大きな時計もね、いいですけどね、100円でしたし。あ、これは新入荷の、なんか、リモコン ?HP のリモコンかな、ごめん、リモコンって言ってる。リモコンじゃない。マウスですね。俺、ちょっと言い間違いがやばいな。頭おかしくなってきてるかもしれない。マウスですね、マウス。これも新入荷のマウス。あとは、新入荷じゃないかな。X7。ちょっとボロくなければすごいいいマウスだと思うんだけど、あ、これとかね、なんか新品だよね。こんな古いマウスが新品で100円で買えるってあんまないからね。まあ欲しい人がいるかどうかわからないけど、なかなかね。まあ必要な人にはいいかなと思います。これとかもね、新品だからね。まあこういうのはもう今あまりね、なかなか古いやつって価値が出づらいんかな。これは何なんだろう。新品のね、箱に入った新品のやつとかは結構ね、転売する人もね、こぞって買っていくんですけど、今のとかあんまり転売できないかな。で、今のは、DS かなんかの充電器ですよね。で、こう、まあ、バラバラと見て、まあ、PC パーツとかもいろいろあるんですけど、ね、価値がわかる人にはね、わかるんだろうけど、ちょっとまだ僕は勉強不足なんでね、まあ、今のちょっとしたマイクぐらいしかわかんないです。腕時計コーナーもね、なかなか入荷がないね。結構頻繁に見てるんだけどね。行くたびに見てはいるんだけどね。でね、一応この AC アダプター関係がね、新入荷いっぱいしてて、そう、しかも全部さ、袋詰めしてるんで、綺麗に。びっくり。あ、そう、ちなみにね、まあ、こういう風に袋詰めみたいな感じで、イヤホンが多分ね、大量入荷すると思います、このお店。
なぜかっていうと、レジでお会計してたら、お会計してたらってお会計に行ったら、そのレジのすぐ横で袋にいっぱい詰めてたイヤホンを。しかも300円とか安い感じで。うん。だからイヤホンが大量入荷すると思います。だから明日あたり行こうかなとも思ってるんでね、また。金曜日、また行っちゃおうかな。テープとかもこれ新入荷だけど、前回からありましたね。うん。それテープ価値が分かんないからな、俺。あれ今、この下のソニーのこれ何 ?60 って書いてあるやつ。え、なんかあんま見ない感じ。あー、ちゃんと見ればよかった。気づかなかった。何これ60って書いてある。あれ気になるね。次回って、まだ残ってたら、ちょっと見ていきます。で、こういうね、VHS とかもね、これ新品だからね。300円。これ VHS ね、録画とか普通に使えるよね。いいよね。これ普通にすげえいいと思います。うん。あー、でもエコポイント貯まるからな。また明日もちょっと、どっか行くついでにプラッと寄ろうかな。うん。新入荷があるかな。あ、で、これね、この前行った時に新入荷された500円で OK のスーファミなんだけど、その下には NG のスーファミがね、100円で売ってるんですよ、ここは。で、これがセガサタンかな。これも新入荷だと思います。324円でゲーム NG ということでね。へぇ、セガサタンも NG あるんだと思って。俺結構セガサタンは割と丈夫なイメージなんだけど。で、まあ、プレステとかもあって、で、これが携帯ゲーム機系かな。DS とか、DS ライトとか。まあ、DS ライトが800円で、まあ、ちょっと下が黄ばんでますみたいなね。8割、うん、ちょっと微妙だよね、これはね。で、謎のゲームね、とかあったりして。うん。で、Wii がね、たくさん300円であります。はい。しかも、OK っていう、一個一個チェックしたんだと思って。店員さん大変だよなと思って。新人の店員さんがいるんだけどさ、ちょっと、新しい感じの人が。その人も頑張って覚えてるんだと思います。で、こういうなんか、よくわかんないやつとかあって、うん。そうね。まあ、これドリームキャストで324円。まあ、ドリームキャストのコントローラー324円は普通なんだけど、結構売れ残ってますね。スーファミのコントローラーはね、100円であるとこにはあるんだよね。あと、俺はね、一回ね、セカンドストリートで100円で買ったことがあります。スーファミのコントローラーは。だからセカンドストリートも割とおすすめかな。今の何なんだ?でもね、こういうとこにもたまにあるからね。これ辺とかも。うん。あの、ハードオフとかもね、これ辺のやつはね、どれもね、たまに100円で出るときは出るんだよね。これは Wii リモコンのカバーで、100円。まあ、カバー付き Wii リモコンが100円のときもあるからね。まあ、微妙なところなんだけど。これね、新入荷っていうか、新しいかな。セガサタンのコントローラー。500円、あ、300円か。300円ならまあ、割といいかな。かなりいいと思う。うん。ごめん。300円ならいいよ、セガサタンは。ゲームキューブのね、あのメモリはね、あの、今のやつなんだけど、今500円だったんだけど、あれが100円だったら結構買いですね。うん。僕はもうね、100円の時に何回か探して買って、今は探してない感じなんだけど。で、攻略本関係もここね、結構入荷するってするし、あと、まあ在庫もあるんだけど、最近はあんまりこう、入荷しないな。まあでもね、みんな100円で出してくれるんだよね、大体を、なやつは。それがいいです。はい。で、ここであんまり撮ってなかったコーナーなんだけど、このコーナーはジャンクじゃないのかな、一応、吊るしで。一応、中古になるのかな、これは。うん。だけど、ちょっと高くて、状態はいいんだけどね。ケーブル系ですね。とか、コントローラーとか、レトロゲームの。これとか、メガドラ、セガサターン、どっちかのコントローラー、AV ケーブルだと思うんですけど。で、ドリキャスのコントローラーとは綺麗で。あ、これね、拡張パックね。64じゃなくて、64のか。そうだね、さっきのメモリがゲームキューブで、今のが64の拡張パックで、あれ800円は安いと思いますよ。うん。1000円ぐらいです、相場。うん。まあ、たまにね、本体に、あの、本体のカバー開けたら、中に拡張パック入ってるってなって、で、本体付きで300円とかあるけど、まあ、そういうんじゃなければ、ああいう、800円であの拡張パックは結構いいと思いますね。拡張パックでダメあってたっけな。まあ、とにかく赤いやつですね。うん。まあ、ここら辺とかも状態がいいから、本当に必要な時はここで買えばいいと思います。で、LD も多少入荷するかな。インディ・ジョーンズだったりとか、ここら辺のエイリアン3とかね。あ、これ、あれだ。これいいよね。まあ、なんっけ。マテンローはバラ色。まあ、いいや。あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティー役の人が出てますね。マイケル・ J ・フォックスか。エイリアン3があったら4もあった。うん。ここら辺のね、古いこう、アニメとかもね、揃ってれば見たいんだけどね。まあ、揃ってることがね、あるんだろうけど、あんまり探すのが大変だからね。俺、一回エヴァンゲリオン揃えるのめっちゃ大変だったからね。あんなにあるエヴァンゲリオンも。あ、これがね、今のね、あれですね。あの、レコードかな、多分、の郷ひろみ系ですね。
これは別に俺もレコード持ってたら普通に欲しいなと思って、ライブ音源かな多分。ただレコードプレイヤーはまだねちょっと揃ってないんでね、まだ買わないんだけど。お、美人な、うん、でまあいろいろあって、まあ割と入荷もしてるのかなって感じはしますね。うん、右側がレコードで左側が LD なんだけど、なんか混ざっちゃってるんだよね。あ、でここでおっしゃ新入荷来たっつって今ね急いで見てますね。これとかほらさっきまでなかったやつ、新入荷新入荷、うわ新入荷だっつって、店員さんが入荷してる時にこう横で待ってたんですよ。あ、まあ、まあ待ってる時と、あと人があんまり多い時とかはカゴの中見てもいいですかって聞く時もありますけど、あ、そんでカゴを直接見させてもらう時もあるんだけど、今日は人が少なかったんで店員さんがまあ品出しするのを待ってみました。うん、別に店員さん的にはね、カゴの中から取られるのは別にむしろね品出しする手間が省けるんで迷惑ではないんですけど、まあ一応断ってからねやった方がいいかな。これとかも買えばよかったかなと思って、なんかチェイスとかレースゲームなのかな、面白そうだなと思って、これちょっと買うか悩んだんだけどね。この後ね俺が結構探してたゲームがねあったんですよ、これじゃなくて、だからね買わなかったんだけど、まあ状態もちょっと悪いっちゃ悪いんだけど、今日買ったねスーファミのゲームすげえ状態悪いんだけど、欲しかったタイトルだったからさ買っちゃった。結構新入荷してて、ファミコンは入荷してなかったかな。で64は入荷してたんだけどタイトルは弱かったね。もうポケモンとかあんまりなんかそう強いタイトルは入荷してなかった、強いっていうか珍しいタイトルは入荷してなかったかな。一応入荷はあった一応、でも 3,4 本かな、これはかな、これだっけな、これじゃなかった、なんかね入荷してたんだけど、今回スーファミがいっぱい入荷してましたね。はい、あとこのコーナーでビータのソフトが1本入荷してて、実はこれ買ったんですよ。アマゾンで調べてもねなんか出てこなかったから、ちょっと詳細わかんないんだけど、面白そうだったから買いました。これも新入荷かな、ゲームキューブでしょ、これもゲームキューブの新入荷かな、これね持ってるんだよね、まあ、さっきのポケモンもだけど。でねこれプレステ3も入荷してましたね、忍者3っていうちょっとグロいやつだった気がするんだよね。で、後編はゲームボーイ系は入荷してなかったんで、プレ2系も入荷してなかったかな、確か。うん。あと入荷してたのは CD かな。CD が今日目の前で入荷されましたけど、まあ、加藤ミリアとか、あんまり俺的にはもう欲しいやつはなかったんで、まあいい、別に欲しい人にはすごいいいものだと思うんだけど、うん。CD がまあ10枚ぐらい入荷されてたかな。で、ここにこうあって、これはね、よく見かけますね。で、あとは、なんかあるかな。お、来た、これこれこれ、有野課長がやっててすげえ欲しかったやつでさ、ちょっと状態めっちゃ悪いんだけど、レミングスだっけ、これ見っけましたよ。まあちょっとねこの動画の購入品紹介をこの後やるんで、なんだっけ、この動画の後にねつけとくんで、そこで詳しく見せます。はい、これやったぜっつって探してたんだよと思って、これこれっつって、でも状態悪いんだよねめっちゃ、すげえ汚かったんだけど、でも買っちゃいました。で、あとはまあ新入荷あったんだけど、まあ微妙な感じかなって、よしこれ買おうっつって、でまあこのコンポとか入荷で、ソニーこれ坊主でこういうの入荷して、で最後にねポイントがね80ポイント貯まりましたということで、購入品紹介にします。はい、てなわけでね改めまして光です。さあ今日ねハードオフと、あとね帰りにちょっとね近所のリサイクルショップにも寄ってきたので、そのね購入品紹介、ゲームソフト3本しかないんですけど軽くね紹介したいと思います。まず動画でも紹介したというか登場したこれスーファミのレミングス108円、まあ状態をね悪いんで、かなりほらこんなねこんな基盤でここにも文字があるんで、まあ100円っていうのは妥当な値段っていうか、まあ50円でもいいぐらいのね状態ではあるんですが、レミングスね、24時間テレビ、なんか、ゲームセンター CX の24時間テレビみたいなのがあったんですよ。前ね。それね、DVD 持ってるんだけど、確かそれでやってたんじゃないかな。だからね、DVD の表紙とかにこのキャラクターがいて、あっって思い出して、あ、これやりたいと思って、はい、買いました。俺も24時間テレビやれるわ、これがあれば。うん。これね、ほんとジャンクコーナーで見かけないっていうか、中古コーナーでもね、まあ意識的に探してないっていうのもあるんだけど、あんまり見かけたこともなかったので、あれこれなんかやばくない状態、これなんかこれさあ、いいんか、びっくりした、これなんかネジ取れてんかと思ったらこっちからか、状態はねかなり悪いっすね。だから多分
あのこの接点復活剤とかでこう綺麗にしたりとかすれば、まあ遊べることは遊べるんじゃないかなと思って、まあコレクション用というよりは実況したりとか、あと自分で遊んだりする用の、うん、もう遊ぶ用です。はい、なので100円で買いました。もう目の前で入荷されました。これはちょっとラッキーなのか、まあアンラッキーなのかわからないところですけどね。で、ね、もう一個もね、あのなんだっけ、こあのお買い物中動画で登場したんだけど、こちら、ラグナロクオデッセイっていうね、オデッセイエースっていうプレイステーションビータのソフトなんですけど、まあなんだろう、あこれ店員さん優秀ですね。こうやって貼ってくれると剥がしやすいんでありがたいです。あの袋いりませんって言ってるんで、はい、これね、何が何で買ったかっていうと、まあビータっていうのもあるんだけど、まあこうなんかいろいろ入ってて、はい、これ見せていいのか、これ見せない方がいいのかな、まあいいか。でまあこのなんだっけ、あこれも期限切れのコードだった、ごめん、だから見せても大丈夫だ。まあ、ソフトビータのソフトっていうのもあるし、108円っていうのもあるんだけど、なんか新巨人狩りみたいな感じで、まあガンホが出してるっていうこともあって、あんまグロくないんじゃないかなとか、あと暗かったりしないんじゃないかなと思って、あと出来もなかなかいいんじゃないかなと思って、まあビータとか最近あんまやってないんで、まあビータをね動かすっていう意味でもね、ちょっと買って遊んでみようかなと思って、実際この辺のなんか絵のクオリティとかもいいじゃんね、ゲーム内の、うん、まあちょっと面白いんかなと思って、うん、なんかモンハンとかに近いのかな、なんかガンホ版のモンハンみたいな感じ、うん、かなと思って、まあまあまあ、ちょっとビータでやりたいなと思って、せっかくなんでね、ビータの買ってるんですけど、今までにね、ビータの使い方よく分かってないんですよ。ほとんど遊んでないんでね。うん。まあ、そんでラストが、近所のちょっとね、あの、リサイクルショップ行って、あの、前回ね、寄った時に会って、あー、懐かしいなと思ったんだけど、買わずに来て後悔しちゃったんで、今回また行ったら、まだありました。ババーン。みんなと君のピラメキーノ、懐かしい。俺がね、中学ぐらいの頃かな、夕方やってたんだよね。人気だった時はなんか1時間とかやってたんだけど、最終的にはなんか朝方とかに10分枠とかになっちゃって、ね、なくなっちゃったんだよね、多分ね。まあ、人気だった時はもうみんな好きでしたね、本当に。学校でも結構みんな歌ってました。ピラピラピーラ、ピラメ、ピラピーラみたいな。ピラーメ、ピラメキ、ピラピーラ。困ったな、困ったな、本当に困ったな。ねえ、ピラメキたい、ピラメキたいみたいな歌があって。それの DS のゲームです。はい。これね、あの箱なしとかでたまにね、ハードオフとかで中古で500円とかで売ってるんですよ、ソフトだけで。そういう時もあるぐらいだから、まあそんなにね、あんまり100円とかでは見かけなくて、今回箱付きで100円なんだけど、説明書はちょっとないんだけど、まあ箱付きで100円で、まあ普通に遊びたいなと思って、スタジオでピラメキ恋も友情もつって、結構面白かったなぁと思って、この番組。ハンニャフルポンが面白いんだよね。特にこのカナダと、あと村上、この二人やっぱ面白いよね。面白かったんだな、この番組。いろんな企画とかあってさ。あの、だいたい部活から帰ってきて、あの、塾行くまでの間とかに見てた。ちょうどね、6時半から7時ぐらいまでやってたから、ちょうどね、部活から帰ってきて、塾行くまでの間とか、あと部活が早く終わった時とか、あとなんか、塾ない時とか、なんかね、結構見れるんだよね。中学生とか小学生とか特に。まあ一応小学生向けではあるけど、中学校の中でも結構話題にはなってましたね。うん、なんか結構弟とかいる人とか見てるし、まあ俺は普通に見てたんだけど、ピラミキーノ、まあどんなゲームかはね、多分ね、ピラミキーノの中でもあの宣伝とかはしてると思うんだけど、欲しいなとは思ってると思うんだけど、まあ、当時はもちろんね高かったから買わないんだろうけどね、中学生ってお金持ってないしさ、買えなかったんか、あのもう買えたかもしれないけど買わなかったんだろうね、まあ、今となってはね、これ100円ならすごいいいなと思います。どういうゲームあるんだ、人気コーナー、なんかドッジボールとかありそうだよね。あるな、これキャッチの神とかあったな、なんかいろいろあったな、自分のなんかこうキャラクターを作れるみたいな、なんか友達コレクションみたいな、でハンニャやフルポンとも親友になれたりとか、時には愛情はいらないな、ハンニャとフルポンとは。うん、これ面白いんで、鬼ごっことかやってたりしてさ、すげえ楽しかった。今見てもそんな楽しくないかもしれないけど、やっぱ中学校とかまだ小学校卒業したばっかぐらいの頃に見てたから、すっげえなんかね、楽しかったんだよ。バンダイナムコゲーム。まあこれはね、おすすめだ。かなわかんない。まだやってないからわかんないけど。まあ100円だったら買ってもいいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じでね、まあ近所のね、まあなんか総合リサイクルショップみたいなとこがあって、そこのゲームコーナーにありました。うん。そんな感じです。はい。
今回はね、ハードオフの購入品紹介と、あとこのリサイクルショップの購入品紹介と、あと前半にね、あのハードオフのお買い物中動画をね、つけました。はい、いかがだったでしょうか。はい、またね、これの動作確認というか、まあ軽く実況、だから任天堂も実況 OK になったみたいなんで、今ね、なんかなったんですよ。だから、まあこの辺も実況したりとか、まあこれとかもね、まあ実況チャンネルがあるんでね、そっちでやるかもしれないんだけど、まあ軽く触りぐらいはこのチャンネルでやってもいいかなとは思うんだけど、まあまあまあ、まあ実況チャンネルでやろうかな。うん。あとはまあ個人的に楽しんで、なんか、うん。なんか画面をちょっと直撮りして、SNS にでもアップしますわ。うん。これとかは実はなんか企画やりたいよね。すごいなんかね、遊べるゲームなんだよね。これとかもまあどうなのかなと思うけど。うん。まあ今日はね、ラッキーでした。ハード。もうなんか店内に入店した時に、なんかレジ横を見たら、レジ横っていうか、レジの裏側見たら、明らかに、この箱の中これから、しならしするな、みたいな箱、カゴがあったんだよ。大量に中身入ってて。あ、だから、あ、これが入荷されるまで今回言おうと思って、ブラブラしてたら、実際入荷されて、うん。まあ、コンポとかもいくつか入荷されてたんだけど、うん。今回はラッキーでした。すごいね、楽しかったですね。やっぱ新入荷あると楽しいよね。ただね、イヤホンをね、袋詰めしてたから、明日朝一ぐらいで行けば、イヤホンが大量にある可能性があるんだよね。うん、まあ、一日一回行けばさ、ポイントはどうせもらえるから、別に、時間があれば行けばいいんだけどね。うん。明日はね、ちょっとね、別のハードオフとか行きたいなと思ってんだけど。まあ、今回はこんな感じでした。はい。ていうかね、よかったなと思ったら、グッドボタンを押していただけると嬉しいですね。あと、コメントも何でもいいんでね、お待ちしております。そうね、チャンネル登録されてない方は登録もお願いいたします。いっぱい動画出してるんでね。はい。で、説明欄の、Amazon リンクとかいろいろ、Audible とかいろいろあるんで、よかったら説明欄から、いろいろリンク飛んでてみてください。はい、それではまた、バイバイ。Please subscribe.